ツボールに変わる一色の草津。さあ高田、高田からクロスがある、軽く飛ばしてコーナーキックに変わる。まだまだ分かりませんよ、まだまだ草津チャンスはあります。アディショナルタイムは2分。早くボールをセットしたのは鳥塚、まあ、この辺りもちょっとマークの確認遅れてますね。福岡キーパーも上がってますね。巻いてくるボール、キーパー本田も上がってきている。もう一度コーナーキック、ちょっと福岡の選手たちがお互いですねマークを確認し合う声が遅れてますね。エリア内にはキーパーの本田も入ってきている。全員攻撃でまずは追いつこうというザスパクサツ。アディショナルタイムは2分。松下のボール、桜田触ってチェッコリ、そして本田、さあ無人のゴールキーパーへというところでしたが、ここはそして試合終了のホイッスル。